はいどうも、The US マッケンです。今日はですね、この CB750F の純正ハンドルをこちら CBX1000 のハンドルに交換しようと思います。これだったんですけど結局磨いちゃいました。で、なんでこの CBX1000 のハンドルにしたかというと、僕腰痛持ちなんで、もうね200キロぐらい乗ってるともう腰が曲がっちゃってですね、まっすぐ立ち上がるのが辛くてですね、少しでもハンドルを上げて楽な体勢で運転しようと思い、まあ、このハンドルをチョイスしました。あとそれに伴ってですね、買ったものがアクセル側のスイッチボックスとブレーキホース、1010mm と 985mm ダブルディスクなんですけど、両方ちょっと長さ違うんでね、一緒の長さにしちゃうとちょっと余っちゃうんで少しずらしてます。あとアクティブ製の、ハイスロータイプ3ですね。ハイスローも少しね、こう手首の疲労緩和できるんじゃないかなと思って、まあ、ハイスローにしました。ハイスローあれですね、カルスローとかと逆で、まあ、自転車のギアイメージしてもらえばわかると思うんですけど、まあ、カルスローが1速だったら、まあ、ハイスローが3速みたいなイメージですね。であとはこのクラッチのロングワイヤーですね、これが 1350mm で、このハンドルなんですけど CB750F のハンドルよりも10センチ上がってます。なんでワイヤー類なんかもプラス10センチぐらいを購入した方がいいと思うんですけど、このハイスローのワイヤーなんですけど、この1050ミリっていうのが純正のアクセルワイヤーと同じ長さなんですけど、1150ミリっていうのがそもそも出てなくてですね、調べたらこの1050ミリで10センチアップぐらいだったら届くみたいですね。じゃあ早速つけていきたいと思います。
いやー、これハンドル変えたら本当に乗りやすいっすね。これもう乗りやすさは抜群ですね。10センチも上がるんで、ちょっと見た目が浮いちゃってる感じはするんですけど、まあやっぱ乗りやすさには変えられないっていうことで、後々インテカウルつけようと思ってるんで、多分カウルつければそこまで違和感はないかなとは思うんですけど、ハイスロー入れたおかげでアクセルもだいぶ楽です。少し開けるだけすぐ回転数上がってくれるんで、普通に乗ってる分には乗りやすいんですけど、 U ターンとかちょっと小回りは大変ですよね。やっぱりハンドル上がっちゃうと、これでだいぶ長距離走っても腰は改善されると思います。これロンツー行くのが楽しみですね。どんだけ疲労感変わるのかなっていうのが、前だったらこのくらいの位置で乗ってたものが、今は目線がこのくらいまで上がったんで、あと油圧クラッチなんかも入れられたらいいんですけど、もうあれもやりたいこれもやりたいって言ってたら、もう本当にお金なくなっちゃうんで、そのうち入れようとは思います。それじゃあこの辺で終わりたいと思います。お疲れさんでした。